の隣山本五郎1おひさはげじを思っていたそれは初めから分かっていたことだただげじが昇進でおひさの口からそう言われるまで胸の奥ではおひさを思い焦がれながらおひさは三吉を恋しているものと信じそのために心をすり減らしているのであった 何でもないよ茂ちゃんと三吉が言った大丈夫だ心配しなくてもいいよこれが茂じと三吉とそしておひさを結びつけるきっかけになったのだ茂じと三吉は同い年であった浅草黒船町の裏の同じ長屋で生まれその長屋で育った おひさははらよりりつ年下で、やはり同じ長屋にんでいた。人は小さい自分お互いさ子供が多いし三人は目立つような子ではなかったからだその上重治は七つの時に総除寺の末路へ小僧にやられ五年の間その長屋にいなかった 父の源氏は古兼ね替いをしていたが、茂二を坊主にするつもりだったらしい。こんな世の中では正直者は一生うだつが上がらない。どんな貧乏寺でも一時の住職となれば人にも尊敬されるし食うにも困らないからというようなことをまだ七歳にしかならない茂二に言い聞かせた。茂二が十二の年に父が死んだ。 あとには体の弱い母と八つになる妹のおゆりが残され、暮らしに困るので彼は長谷へ帰った。寺の小僧になって五年、茂次は読み書きや礼儀作法は覚えたが、坊主になる気にはどうしてもなれず、機会があったら逃げ出してやろうとさえ考えていたので、家へ帰ると決まった時には、父の死んだことを悲しむよりも嬉しさのあまり飛び上がりたいように思った。 こうして茂が長屋へ帰った年三吉は反対に田原町2丁目のぶつぐしの店へ向に入ったちょうどげじと入れ違いのような形だったがその間半年ばかり一緒に遊んだ5年ぶりの再会であったが特に親しかったわけではないから初めは同じ長屋の顔見知りというくらいの付き合いで そこにもしおひさがいなかったら、二人は友達にさえならなかったかもしれなかった。おひさは、妹の友達としてすぐ彼になじんだ。妹のおゆりより一つ年下の七つで、体つきも顔立ちも貧相な、とうもろこしの毛のような赤毛のしょぼしょぼと生えた頭の、まったく見栄えのしない子だったが、しげちゃんのあんちゃんと言って、 一日中彼につきまとっ五月の初めのある午後、オクラの私と呼ばれる私場の近くで、茂じはおひさにカニをとってやっていた。隅田川の石垣にしがみついて、石の隙間にいるカニをとるのだが、五つ六つとったとき、近所の子どもたちが五人ばかりやってきて、坊主、坊主とからかいだした。 寺かからら帰ってまだ十日ほどにしかならず、彼の頭はまだ坊主だった自分でもそれが恥ずかしいので長屋の子供たちを避けていたくらいだからげじは震えるほど腹が立った彼らの中には鉄蔵与吉などという乱暴者がいてげじをからかいながらおひさの光景を取り上げて中のカニを川の中へ放り投げてしまった おひさの泣き出す声を聞いて、茂じは石垣をよじ登ろうとした。やよ与吉は腕力が強い。到底かなう相手ではないが、飛びついていって指の一本も食いちぎってやろうと思ったのだ。そのとき三吉が現れた。おいつよせよ。と三吉がおっとりした声で言った。 五人がかりで一人をいじめるなんてみっともねえぞ。あたしのもよ。とおひさが泣きながら光景を指さした。あたしの金も逃がしちゃったのよ。嫌な奴らだな。と言って三吉は唾を吐いた。行っちまえよ、哲。五人はぐずぐずとそこを離れ、何か悪態をつきながら、 たの方へ逃げていっ茂じは石垣にしがみついたままこの様子を見ていたが三吉に感謝するよりも自分が人に助けられたという惨めなやりきれない気持ちで参ったそれから半月くらいあとに長屋の路地で出会った時三吉の方から茂じに笑いかけて将棋を指さないかと言った。 三吉は色の白いお長な,な顔で、眉が濃く、いつもきっと引き結んだような口つきをしてい、話しぶりや動作もおっとりと全体が大人びていた。茂二は眩しいような目つきをし、将棋は知らないんだと答えた。そんなら覚えればいいさ、と三吉が言った。うちへ来ないか。 繁二は初めて三吉の家へ行った三吉は両親がなく茂平という祖父と2人暮らしであったずっと後で分かったことだが三吉の父母は夫婦養子で茂平と折り合いが悪くその時から4年前に長屋を出て別居してしまった繁二はその2人をうろ覚えに覚えていたので どうしていなくなったのか不審に思ったが何かしら聞いてはいけないような感じがしたので三吉には何も言わなかった茂瓶の年はもう七十に近かった背丈が高く痩せてはいたがまだ足腰は達者で酒もよく飲むししばしば遊びにも行くという噂があった上がり花の三畳にろくろんなを据え 一日中ワンの生地を作っているが、いい腕なのでかなりな稼ぎになるのだ、と言われていた。黙り屋でほとんど口は利かないけれども、色の浅黒いお長な,な顔や、六尺に近い長身の体つきに、どこかの大棚の隠居といったような品の良さがあり、ブスケという差配までが一目置いているようであった。 しげじは将棋を覚えてから毎晩のように三吉の家へ出かけていった。彼は差物職になるつもりで浅草橋外の福井町にある差し棚という店へ弟子入りをしたが母が病心なため住み込みではなく特に通い暴行を許され朝8時から夕方の5時まで勤めるようになっていた。仕事は追い回しか使い走りで タチンくらいの銭しかもらえなかったが母と妹も内職をするので親子3人どうやら暮らすことができた三吉の家へ行くのは夕飯の後で茂瓶老人は大抵酒を飲んでいるが茂二を見ると必ず茶を入れたり菓子を出してくれたりした老人はあまり口は利かないが孫の三吉が非常に可愛いらしく。 そのたため茂にも愛想よよくするようであった三吉はうるさそうな顔をするだけで何も言わないしもちろん自分でやろうとすることもないげじと将棋を指しながら平気でその茶をすすり菓子を食べた三吉は10月の末に仏具屋へ奉公に行ったがそのちょっと前のあるしげじは怒って三吉を殴った いつものように将棋を指していて、げじが二番負け、三度目に勝った。そして四番目の駒を並べるとき、三吉が今度は加減なしにやるぜ、と言った。これがげじにカチンときた。じゃあ、とげじが聞き返した。これまでは加減していたのか。いいからやんなよ、と三吉が追うように言った。 待ったなしだぜげじはみじめに負けた三吉の刺し方は辛辣でそれまでとは人が違うように鋭くしげじは手も足も出なかった「チェッ」と三吉は駒を投げ出しながら言った「おめえはだめだな」「だめだって」しげじは震えた「何がだめなんだ?」 しげちゃんと三吉が言ったダメとは何だとしげじは怒鳴った生意気なことを言うなそして彼は三吉に飛びかかり押し倒してげんこつで殴った三吉は手向かいもせずされるままになっていたしげじは相手が無抵抗なのでちょっと気抜けがし 同時に相手の眉のところが切れて血が噴き出しているのを認めぎょっとして飛びのいた怒らせて悪かったと起き上がりながら三吉が言ったごめんよしげちゃん大変だ血が出てるしげじは青くなった俺母ちゃんを呼んでくるその時老人はいなかったので彼は母を呼びに行こうとしたが 三吉はそんな大げさなことはよせよと言い買って行って傷を洗った左の眉のところが斜めに一寸ばかり切れていた殴った時親指の爪が当たったのだろうそれほど深く切れてはいないが揚げ潮時と見えてなかなか血が止まらなかった三吉が洗った傷へ塩をすり込むのを見ながら しげじはおろおろと謝った。何でもないよ、しげちゃん。とそのとき、三吉が言ったのだ。大丈夫だ。心配しなくてもいいよ。その言葉が答えたのはあとのことだ。三吉は間もなく仏具屋へ奉公に行き、すると茂ヘは変な女を家へ入れた。年は35、6。 小柄で引き締まった体つきにも、朝黒い肌のよく整った目鼻立ちにも、水商売をしたものに特有の媚びがあり、ひがみ、火風呂でいつもおしろいや紅油の匂いをさせているため、たちまち長屋の女房たちの避難の的になった。差配のブスケが人別調べに行くと、親類のもので縄を満ち、年は32歳。 しばらく滞在するだけだと答えたそうであるが両隣の人たちはあざ笑った昼間はもちろん近所が起きている間は静かであるが夜半から明け方まではひどいというのである息を殺し声を潜めてはいるがそれがかえって生々しく深い実感に満ちていて例えば両手で耳を塞いでいてもその手を通して聞こえてくるようだ というのであった「2」「三ちゃんはどう思うだろう」「大人たちの話は茂じには理解できなかったが下町で育てば混ぜるのが一般だからおぼろげながらいやらしいということは感じた」「しばらくいて出て行くならいいけれどもあのまま女が居つくとすれば三吉の母ということになる」 あんな女を母と呼べるだろうか。俺ならまっぴらだな」と茂じは思い三吉が気の毒でたまらなくなった正月元旦の昼頃三吉は藪入りで帰ってきたどうなることかと心配しているとしばらくして将棋を誘うと迎えに来た何も変わった様子はなくうちへ来いというのを聞いて げじは安心すると同時にちょっとがっかりした。将棋はよしたんだ。とげじは言った。それより浅草へでも行かないか。げじの目に気づいて三吉は左の眉のところをなでた。そこにはあの時の傷が薄く茶色の糸を引いたように残っていた。これが気になるのか。 そうでもないけれど。と、茂じは赤くなった。でも、将棋さえやらなければ、あんなことにはならなかったろうからね。なんでもねえのにな。と、三吉が言った。じゃあ、浅草へ行こう。妹のおゆりと、向こうのおひさが連れて行ってくれとせがんだ。三吉は連れて行ってもいいような顔をしたが、 げじはいつになく強い調子で跳ねつけ、三吉と二人だけで出かけた。げじは小遣いなど持ってはいないので、見せ物や芝居の看板を眺めたり、大道屋シの工場を聞いたりしながら、折があったら三吉にあの女のことを聞くつもりでいた。しかし三吉は気前よく二人分の銭を出し、 芝居を一つと軽業を見た後掛け茶屋で阿部川餅を食べた5時までに店へ帰らなければならないというので茶店を出ると間もなく帰ることにしたが雷門を抜けたところでげじはそれとなくあの女のことを聞いてみた三吉はややしばらく何も言わずに歩き続けてからいつもの穏やかな大人びた口ぶりで言った 呼ぶのに困るんだ」と三吉は苦笑した「おっかさんじゃねえしおばさんって呼ぶのは悪いようだしな」10歩ほど行ってからしげじがまた聞いた「三ちゃんは嫌いじゃねえんだな」「ねえなあ」と三吉が答えた「俺にはずっと母ちゃんがいなかったから」げじは神戸を垂れた 長屋の者が悪く言っていることは知ってるよ」と三吉が言った人の悪口を言うのに銭はかからねえからな言いたいものには言わせておけばいいさそれからさらに言った「そんなことを気にしてくれなくってもいいぜ茂ちゃん茂じは黙ってうなずいた俺とは段が違うんだな」と後で茂じは思った おひさにカニをとってやっていたときのこと。哲や与吉を追っ払ってくれたが、どなりもしなかったし、脅しもしなかった。いっちまえよ、哲。そういった静かな声が思い出された。まだこっちは坊主頭で遊び相手もないとき、将棋をやろうと言ってくれた。知らなければ覚えればいいさ。うちへ来ないか。 そうして、覚えの悪い俺に、半年も辛抱強く付き合ってくれた。おめえはダメだな。舌打ちをしてそう言われたとき、俺はのぼせ上がるほど尺に触った。尺に触ったのは、本当はあいつの方だったろう。半年も辛抱強く教えたのに、いつまで立っても手が上がらない。誰だっていい加減飽き飽きするさ。 それを俺はカッとなって殴りつけた。左の眉のところが切れて血が噴き出した時の驚き。だが三吉は怒らなかった。自分で傷の手当てをしながら、何でもない、心配しなくてもいいよと言ってくれた。人間の段が違うんだな。茂次はそう思った。 人の悪口を言うのに銭にはかからない。とあいつは言ったが、長屋の人たちが悪く言うには理由がある。俺だってあんな女はいやらしいし、あいつだって好きにはなれないはずだ。朝からおしろいの匂いをプンプンさせて、だらしのない格好をしている女なぞ、あいつだって我慢がならないに違いない。けれどもあいつはそんなけぶりも見せなかった。 ああいうのを十万人に一人っていう人間かもしれねえな重治は十三歳の頭でそう思った田原町と黒船町は割に近いので月に三度か五度くらい三吉は長屋へ現れた大抵は使いに出たついでのことで重治は指し定へ行っているからほとんど会わなかったが妹のおゆりや 向こうのおひさからよくそれを聞いた。ことにおひさは三吉のことになるとむきになり、彼の言った言葉や、どんな顔つきをしたかなどということまで詳しく覚えていて茂次に告げた。あの人にお土産を持ってくるのよ、とおひさは言った。いつでもよ。あたいちゃんと知ってるわ。あの人って誰だ 三吉さんちにいる女の人よ。わかってるくせに。おひさは彼をしげちゃんのあんちゃんと呼ぶが、三吉のときは名前にきちんとさんをつけて呼んだ。こんなチビでも人の見分けはつくんだな。しげじはそのころからそう思い始めた。おひさは三吉が好きなんだ。よせばいいのにな。 あいつは今にきっと偉い人間になるおめえみてえなみっともねえ子なんか見向いてもくれやしねえあんまり好きにならねえ方がいいぜなどと思うこともあったその年の秋口七月に入るとすぐに長屋で利病がはやりだし妹のおゆりがつ日病んで死んだ激しい下痢が続きしまいには血を下したが 布団から畳に通るほどの血で、医者にも手当てのしようがなかった。その長屋で子供が他に三人、老婆が一人死に、隣の町内でも幾人か死んだ。さぞ苦しかったろうね、かわいそうに。母はおゆりの死に顔に化粧をしてやりながら同じことを繰り返していった。 私はこんなに体が弱いんだもの死ぬなら私が死ぬ順じゃないか私はもう先に望みはありゃしないお前はこれからどんなにでも幸せになれたのにね棺つぎを出そうとしているところへ三吉が悔やみに来た急に背丈が伸びたようだし口の利きようも一層落ち着いて げじにはちょっと近づきにくいようにさえ感じられた近所の人たちのごたごた混み合っている中で三吉は悔やみを述べ香典の包みを置くとげじに目くばせをして脇へ呼んだ「俺は俵町をよすことにしたよ」と三吉は言った「蒔絵職人になるつもりなんだ」「落ち着いたらまた話しに来るからな」 その時おひさがこっちへ来て、三吉さんと呼びかけた。三吉がそっちを見ると、おひさはげじの後ろへ隠れて、恥ずかしそうに笑いかけた。三吉もほほえみ返したが、何も物は言わず、げじに、じゃあまたという手まねをして立ち去った。妹に死なれたことは、げじにとっても大きな痛手であった。 しかしし、か育ち盛りのことであるし母がいつまでもくどくど嘆き続けるのでそれがうるさいためにかえって早く悲しさを忘れるようになったそれより前9月のみそかに三吉が訪ねてきて蒔絵師のところへ弟子入りが決まったと言い,いちょっと外へ出ようと誘ったそれから隅田川の菓へ行きそこで半時ばかり話した 決まった先は日本橋横山町の島田藤兵衛といって大名道具を扱う店だということだった俺は名を上げてみせるよ三吉は珍しく興奮した口ぶりで何度もそう言った金なんかいらねえ一生貧乏でいいたとえ屋根裏で飢え死にをしてもいいんだその代わり これは誰それの策だと100年先まで名の残るようなものを作ってみせるよ。茂二は圧倒された。三吉がそんな様子を見せたのも初めてであるが、屋根裏で飢え死にをしてもいいとか、100年後まで名の残るような仕事をするなどという言葉は聞くのも初めてであるし、その意味もよく飲み込めないので、三吉が自分の知らない世界に入り、 見上げるほど高く偉いものになったように感じられたのであったあいつはきっとそうなるだろうげじはそれを確信したそして自分が彼の額を傷つけた時のことや怒りもせずに落ち着いた手つきで傷の手当てをしたことを思い出しあんなところにも人に真似のできない性分が現れていた やっぱり偉くなるやつは違うんだなと思った年が明けて2月げじは差しさだの店へ住み込みで奉公することになった母のことは向こうのおひさのうちで面倒を見てくれるというし通いでは本当の仕事が覚えられないそれに年も重視になったので思い切ってそういうことにした そして住み込みと決まったとき、横山町の豆富士の店へ行き、三吉を呼び出してそのことを告げた。俺は三ちゃんのようなのんはねえけれど、と彼は別れるときに言った。それでも一人前の職人にはなるつもりだよ。おめえは腕っこきになるさ、と三吉は励ますように言った。 やぶ入りに会おう3それから3年たった秋おひさの母親が死んだしげじが仕事でかんなを使っていると女中が来ておひさっていう子が来ていると告げた名前だけではちょっと思い出せずかんなくずをはたきながら行ってみると 勝手口のの向こうににある薪小屋の前におひさが立っていた。だがそれがおひさだとわかるまでにはちょっと暇がかかったその年のお盆の藪入りにあってからそれほど日は経っていないのに背丈も一寸ぐらい伸びたようだし顔や体つきにもどことなく丸みがついてみっともないちびという感じとはすっかり変わって見えた。 しげじが近寄っていくと、おひさはいっぱいに見開いた目で彼を見つめたが、その目から大きな涙がこぼれ落ちるのをしげじは見た。母ちゃんが死んだの。とおひさは前かけで顔を覆い、泣きだしながら言った。かあちゃんが死んじゃったのよ。しげじは口を開いたが、すぐには言葉が出なかった。 彼はおひさの肩へ手をやりするとおひさは体ごともたれかかった前かけで顔を覆ったまま彼の胸へもたれかかってうっうっとむせび上げたどうしたんだいつ死んだんだ昨日が初七日だったの知らなかったな病気だったのか十日ばかり寝ただけ とおひさが答えたえ寝て二三日すると頭がおかしくなって死ぬ時には訳が分からなくなっていたのちっとも知らなかった大変なことになっちゃったなそれは俺はまぬけなことを言うぜ茂じは自分に舌打ちをした持たれているおひさの体が触れているところだけ熱いように感じながら 悲しいような気分さえ起こらない自分が恥ずかしくなるばかりだった「あたしどうしよう、しげちゃん」おひさはむせびあげながら言った「あたしどうしたらいいかしらどうするって何をおひさは急に体を固くしたしげじはその体を押し離して顔を覗き込みながら どうかか、したのか何か心配なことでもあるのかと聞いたおひさはしばらくじっとしていたがやがて小さくかぶりを振ると涙で濡れた顔をよく拭いて前掛けを下ろした何でもないのとおひさは微笑した母ちゃんに死なれて心細くなっただけよごめんなさいそうだろうけれど麻婆がいるからな としげじはぎこちなく言った。おじさんはあんなだから、おめえがしっかりしなくっちゃ、麻婆がかわいそうだぜ。おかしいのね。おひさはぼんやりと独とり言のように言った。あのこったら、かあちゃんが死んでも泣かないのよ。そしておひさはのどでしゃっくりのような泣きじゃくりの音をさせた。その夕方、 仕事を終わってから、茂じは親方に訳を話して、おひさの家へ悔やみに行った。先にうちをのぞくと、母がおひさとき吉に夕飯を食べさせているところだった。茂じは声をかけておいて、おひさの家へ行った。兄弟の父は角蔵といい、今戸の瓦屋の職人だったが、酒癖が悪く、飲み出すと、 3日も5日もも休みみ、なしに飲みもちろん仕事には出ないし酒乱のようになったそうかと思うとピタッとやめて20日も1月も一滴も飲まないことがあるそんな時は体まで小さくなったかと思うほどおとなしくろくろく話もできないというふうになるが飲み始めるとまた同じような結果になるのであった茂じが悔やみに行った時も酔っていて しげじのあいさつなど耳にも入らない様子だった表の擦り切れた古畳の上へ肩肌脱ぎになってあぐらをかき飯茶碗を持って飲んでいた周りには食い荒らした皿や丼や小鉢物と一生どっくりが6、7本も並んでおり部屋の中は胸が悪くなるほど酒のにおいがこもっていた子供は親のもんだ そうじゃねえか」と格蔵は言った子供ってやつは親が産んで親が苦労して育てたもんだそうじゃねえってのかおいそうじゃねえって言うのか茂じは立とうとした「おい待て逃げるな」と格蔵は怒鳴った帰るんならそこのところをはっきりさせてから帰れ子供は親のもんじゃねえのか そんなこと、わかってるじゃねえか。と、茂じはなだめるように言った。一体何を怒っているんだい、おじさん。子供が親のものなら、どうして親の自由にさせちゃいけねえんだ。子供を育てるためには、親は随分苦労してる。てめえの食を詰めても子供に食わせ、飲みてえ酒も加減して、暑さ寒さに引っ張るものの心配もしなけりゃならねえ。 そうやって育てた子供なんだから、親が困っているとき、親のために働くのは当たり前だろう。そこまで聞いて、茂じはドキンとし、そうだったのか、と心の中でつぶやいた。私どうしたらいいかしら。おひさがそう言いに来たのはこのためだ。おととしのお盆に帰ったとき、彼は母から聞いたことがあった。 例によって角蔵が飲み続けたあげ句おひさを芸妓屋へ売ろうと言い出しそのためひどい夫婦げんかになったというのであるあんなみっともねえ豪快とげじは笑って聞いたが女房に死なれた角蔵はきっとまたそんなことを考え出したに違いないひでえ人だなあと思いながらやがてげじは立ち上がって自分の家へ戻った。 おひさは勝手で茶わんを洗ってい母はあんどんのそばで正吉の手の爪を切ってやっていたげじは低い声で覚蔵の様子を話しどういう事情なのかと聞いた想像したとおり女房が寝つくとすぐにおひさを芸妓屋へ売ろうと言い出した女房は危ないと感じたのだろう げじの母と差配のブスケに立ち会ってもらいどんなことがあってもおひさを売るようなまねはさせないでくれと頼んだおひさもよく言い聞かせられたのだろう母親が死んで5日と経たないうち父がその話を持ち出したのですぐに差配のところへ駆け込んだ私は女だから口出しはしなかったけれどと母は言った サハイさんはひざ詰めでかなり強いことを言ったらしいそれからずっと飲み続けであのとおりどなり散らしているんだよ乱暴しそうで怖いと言うからおひさと政吉は母が預かった落ち着くまで預かるつもりだけれど三人口を養うとなるとと言いかけて母は口をつぐんだ当分のことなら何とかなるよ と茂次は言っただけど差配が止めるだけで大丈夫なのかな格さんがやる気になればだめらしいね」と母は言った「芸妓屋へじかにしろ世間に頼むにしろ親が金を取ってしまえばお上の力でもどうしようもないそうだよひでえもんだな」と茂次はいくたびも首を振った。 ひでえもんだな勝手で物音がしなくなりおひさのすすりなく声がかすかに聞こえたしげじが行ってみるとおひさは流しの前に立ち前かけで顔を覆って泣いていた小刻みに震えている肩に赤いたすきのかかっているのがしげじの目にはひどくいじらしく見えた「泣くなよ泣いている場合じゃねえじゃねえか」 としげじは言った。いくら親だからって立派に働ける体を持っていて自分が怠けたり酒を飲んだりするために子供を売るなんて非道な真似ができるもんかそんなものは親じゃねえぜそうだろうでもあきちゃんだって売られちゃったわと泣きながらおひさが言った「嫌だ嫌だって泣いていたけれど」 去年とうとう売られちゃったのよ。あきちゃんって誰だお札売りのうちの人よ。覚えてねえなとと茂じは首をひねった。それはその子が気が弱かったからだよ。本当に嫌で死ぬ気になってみな。人間死ぬ気になってやればできねえことはねえぜ。おひさは顔を上げた 涙で濡れた目を拭きその目でじっとげじを見つめた三吉さんもそう言ったわんちゃんがいつ今年の正月の藪入りの時よとおさは言った江戸一番の職人になるんだ死ぬ気になってやるつもりだってげじは胸の奥に一種の痛みを感じた どういうわけか理由はわからないが重苦しいような痛みを胸の奥に感じて顔をしかめたそれでわかるだろうと茂じは乾いた声で熱心に言った職人になるんでさえ死ぬ気でやるって言うんだおめえは自分の一生と麻婆のためだぜもう十二なんだからな麻婆のためにも自分の一生のためにも 死ぬ気になって頑張ってみなその気になればきっと切り抜けられるぜええとおさはうなずいたやってみるわ麻婆さえいなければあたし死ぬつもりだったんだものやれるだけやってみるわげじは母に金を届けると言って間もなくいとまを告げた 年暴行には場合によって主人から金を借りることができた。茂二は借りなかったので少しぐらいならどうにでもなった。三吉とそんな話をしたのか。店へ帰る途中で茂二はそうつぶやいた。俺にはそんなことは言わなかったがないつそんな話をする暇があったろう。 その時また胸の奥にあの痛みが起こった茂二は訳が分からず立ち止まってそっと片手で胸を押さえた四。十九の年の十一月茂二は初めて居酒屋へ入って初めて一人で酒を飲んだそれまでにも祭礼とか祝い事正月などに 兄弟子たちに強いられてなめるくらいのことはあったが、盃に2つもやると、体中火がついたように熱く、今にも心臓が飛び出しそうになるので、酒と聞いただけでも逃げ出すようにしていた。だが、その日は飲みたかった。人の酔うのは見ているから、そんなふうに酔えればありがたいし、酔えなくともただ苦しくなるだけでもいい。 思うさま自分を苦しめてみたいというような気持ちであった神田川の河岸にあるその居酒屋は小さくて汚い上に土産人足や船頭など川筋で働く人たちが主な客だから差し定の職人などはもちろん近所のものと勝ち合う心配はなかった店は20人も入れるだろうか 暗くて湿っぽい土間に長い半台が二つ。それを囲んだ秋だるに薄い布団を置いたものが並べてある。十五日の黄昏でかなり混んでいる店の一番隅に席を見つけ、茂じは壁へくっつきそうな格好で肩をすぼめながら腰をかけた。年は二十歳ちょっとぐらいだろうか。 書体崩れのようなひどく老けて見える女が注文を聞きに来て、おや、幸方さんの兄さんじゃないの、と驚いたように言った。茂じは逃げ出したくなったが、やっと我慢して酒と魚を頼んだ。だらしがねえな、と茂じは口の中でつぶやいた。そんなことわかってたじゃねえか。忘れちまえ。 佃煮と目指しの焼いたのと馬煮などが並び茂じは二杯まで目をつむって飲んだこれまでとは違って苦くもなく匂いも鼻につかなかった忘れちまえと心の中で繰り返し幾度もぎゅっと目をつむって頭を振っただが目の奥に残った印象は深く強烈で まるで刻みつけでもしたようにどうしても打ち消すことができなかった彼はおひさと三吉が抱き合っているのを見たのだ勝手口の外にある巻小屋の前で背の高い三吉が上からかがむようにしおひさは背伸びをして両方でお互いの体を抱きしめそして唇を合わせていたそれは賢明なひたむきな姿で 勝手口へしげじの出てきた物音にも全く気づかないようであったおひさはさしさだの女中をしていた父親が何をするかわからないのでしげじが親方夫妻に話したところ三人いる女中の一人に嫁の話がありその代わりを探していたところだそうですぐに相談が決まったさはいのぶすけが おひさの父とさしさだの親方との間に立っておひさの身売りなどはしないという証文を入れ年期七年で5両という金を貸した受け人は無論ブスケで残った増吉はげじの母が世話をすることになったそれから仕掛け三年おひさも十四歳になるが店で一緒に暮らし始めてからげじはいつもおひさに気をつけ 他の女中や職人たちにいじめられたり、悪さをされたりしないようにかばってあった。でしゃばるんじゃねえぜ。無用に気を利かせたり、さいばしったふうをしないほうがいい。あの子は間が抜けていると言われるくらいのほうが、芳いから憎まれずに済む。それをよく覚えておくように。などと一発し大人ぶった口ぶりで、だが心から真剣に、 げじは繰り返し注意したものであったこの間ずっと休みの日には大抵三吉が訪ねてきたそして一緒に芝居や寄せや季節によっては聴く身船遊び遊山などにも出かけた横山町の店はやかましいとのことでいつも三吉の方から来るのだがするとおひさの様子が目立って変わった 三吉はそれまで通り一言か二言話しかける程度だが、おひさは顔をあからめ返事もろくにはできず、潤んだような目で気づかれないようにそっと見上げたりする。そのくせ三吉のいる間はそわそわと落ち着かず、へまなことをしてばいの女中に叱られるといったようなことを繰り返した。まだ十三や十四で嫌だよこの子は。 もう色気づいちゃったんじゃないの今年になってから口の悪いお常という女中にズケズケとそう言われおひさは泣き出したことがあった今始まったことじゃねえ茂じは持った杯を見つめながら一人でそっとつぶやいたおひさは昔から三吉が好きだったそれでいいじゃねえかおい茂 てめいや気持ちを焼いているのか。きを持つ手に力が入り、指の節がぐっと高くなった。こんなことはざらにあるんだろうな。今の俺のように、こんな惨めな思いをしているものが、この世の中にどれほどたくさんいるだろうか。とげじは心の中で思った。どうしたの、兄さん。こう言われて目を上げると、 さっきの豊島女が前に来ていた。あたし、お次って言うの。女はニッと笑いながら勘どっくり思った。あら、ちっとも減ってないじゃないの。お酌し,しましょう。自分でやるからいいよ。そんなに嫌わなくてもいいでしょ。お次は酌をしながら茂じを見た。 私前からあんたのことよく見かけていたのよ。今日はどうしてこんなところへ来たの茂じは返事ができなかった。飲みたかったからさ。とようやく言って彼は思い出したようにきを差し出した。一つやらないか。いただくわ。お次はきを受け取った。一つだけね。ありがとう。 こんなところにいるとつい飲むようになってしまう嫌いだったのが今は好きになったが酔うとだらしなくなるから店にいる間は飲まないようにしているのだとお次は言った言葉は乱暴だがさっぱりとした中になんとはない温かみがこもっていて茂じはいつか甘えたいような気分に引き込まれたちっとも飲まないじゃないの やがてお次がいぶかしそうに言った。あたしがいちゃ邪魔そうじゃない。茂じは目をそらしてつぶやくように言った。はじめてだからまだ。お次の目になんと言いようもない色が動いた。店の中はほとんど客がいっぱいで、皿小鉢の音や話したり笑ったりする高声や、 三人いる子女たちの高高い呼び声などのため、茂じのいるその隅だけ、ひとところ穴が開いたように感じられた。あたし小さいときにね、とお次が言った。おみおつけの鍋へ踏み込んで、こっちの足にやけどしたことがあるのよ。五つの年だったかな。火からおろしたばかりで、鍋はぐらぐらに立っていたの。 あぶねげじはきゅっと顔をしかめたおっかさんがうどんこに酢を入れて練ったのを塗ってさらしで巻いてくれる間あたし死んじゃいたい死んじゃいたいって声かぎり泣いていたわ痛かったろうな痛いためばかりじゃないのどう言ったらいいかなお次は機械的に感どっくりを持ったが 茂の杯にまだ酒があるのを見てそれを下に置きながら続けたこんな大変なことになったらもう生きてはいられないだろういっそ死んじまう方がましだっていうような気持ちだわねそうよそんなような気持ちだったわ同じような気持ちになったことはそれからあとにも見たびあるそして死んじまいたい と思い詰めるその時の気持ちには嘘も誇張もないギリギリいっぱい死ぬより他にないと思うのだがその時が過ぎてしまうと気持ちもいつか変わってゆきそんなに思いつめたことが馬鹿らしくさえなるとお次は言った人間ってそんなものらしいわお次はにっと微笑した悲しいことかもしれないけれどね おかげでで生きていられるんでしょう何のためにそんな話をするんだ初対面なのに何か勘違いをしているな茂じはそう思いながらやはり温かな母親の父の匂いでも嗅ぐようなしんみりした気分に浸っていた俺茂じって言うんだふとそう言ってから恥ずかしそうに彼は赤くなったそう と、お次はうなずいた。茂さんね。奥の方で、お次を呼ぶ声がし、子女がこっちへ来て、姉、ね、さん、と言った。多分、馴染みの客なのだろう。お次は茂次に手を出して言った。もう一つちょうだい。茂次はうろたえた手つきで、持っていた酒きを渡し、尺をしてやった。ごちそうさま。 お次は飲んでからそう言って茂じの顔を見た。よかったらまた来てね。くよくよするんじゃないのよ。茂じは間もなくその店を出た。思いがけないことだが、お次という女と話した後、彼は三吉に悪かったな、と思った。その日は一緒に寄席へ行くはずだったが、巻小屋の前のことを見てカッとなり、 今日は体の具合が悪いからと断ってしまった。二人のことは分かってたんじゃねえか。と彼は自分を責めた。どっちも古い友達同士なんじゃねえか。茂子、てめえキザなやつだぜ。五。今におひさは三吉と一緒になるだろう。三吉はきっと、 江戸に何人という職人になるだろうし、そうすればおひさも幸せになれる。二人はそうなるように決まっていたんだ。茂じはそれを納得した。小さい自分からのことを思い返してみろ。二人がそうなるのは当然のことじゃないか。と彼はいくたびも自分に言った。そこまではっきりしているのに、巻小屋の前の二人の姿を思い出すと。 その度に胸が張り裂けるような痛みを感じたいつだったか茂じの家の勝手でおひさが泣いていて三吉さんもそう言ったとおひさの口から聞いたあと胸の奥にわけのわからない苦痛が起こったその時の痛みに似ていてもっと鋭く深く息ができなくなるほどの痛みなのだ俺だけじゃねえんだな と茂次はよく独り言を言ったあのお次っていう人だって女の身でずいぶんつらい思いをしたらしいからなおひさとはなるべく顔の合わないようにしたが同じ家にいるので全く見ないわけにはいかないし何か話しかけられれば返事もしなければならないおひさの様子には何の変化もなく これまどおり彼を頼みにしつまらないようなことでもいちいち彼に相談するというふうであった10四くらいでも女ってものは大した度胸があるんだな男と抱き合い唇を吸い合うなどということは大変な出来事のはずだ言ってみれば一生が決まるようなことだろうのに何の変化も見せないというのはよっぽどの度胸があるに違いない と彼は思った。げじはやがて自分の気持ちを隠すことを覚えた。おひさにも三吉にもできる限りそれまでと同じような態度をとり、自分の感情を表へ表さないように努めた。こういう努力には卑屈感が伴わずにはいない。げじは時々自分が惨めでやりきれなくなることがあった。 そんなことはたびたびではないが、どうにも我慢ができないようなときには、いつかの居酒屋へ行って気を紛らわした。そういう時は、三吉にもわかるらしく、腑に落ちないような目で、しげしげと彼の顔を見ることがあった。おめえ、どうかしたのかとある時、三吉がいぶかしそうに聞いた。このごろ、なんだか様子のおかしな時があるぜ。 そうかな。と、茂じは首をかしげた。自分じゃ気がつかねえがな。だらしのない話だが、そのとき、茂じはうれしいような気持ちになった。やっぱり友達なんだな。心にやましいことがあれば、そんなことを聞きはしない。と、茂じは思った。おさとのことがやましければ、俺の様子で気がつくはずだ。 俺がこんなに用心しているのにおかしいなと感づくのは俺を友達として心配してくれるからだし心にやましさがないからだいいやつだなあいつは思いやりのあるいいやつだあいつに比べると俺はみみっちいくだらねえ人間じゃねえかあいつは頭もいい自分で言う通りきっと偉い職人になるだろう 俺なんかには過ぎた友達だ」とげじは思った二十歳になった頃から三吉の訪ねてくるのが少なくなった店の手が開かないんだと言ったことがある島頭では腕っこきの一人になった様子で大名屋敷や金持ちの家へ直し物に通うこともあり休みの日にも遊ぶより仕事をする方が面白い という,ふうであったげじは兄弟子に勧められて、羽歌の稽古を始めたが、どうしてもうまくならないし、声が悪いので、落ち葉に雨のというのを半分やりかけたままよしてしまった。あるよ、また歌詞の居酒屋へ行ったとき、少し酔ったのだろう、自分でも気づかないうちにその歌を歌い出した。 三吉があまり来なくなってからだから二十歳の年の冬のかかりだったろうか雨が降っていて客もあまりなく彼はいつもの隅に腰をかけてお次の尺で飲んでいた飲むと言ってもお次に透けてもらってせいぜい一本というところだしそれも大抵三分の一は残るのが例であった その晩も余計に飲んだわけではないが、珍しく客が少ないのと、気のめいるような雨の音とで、なんとなくそんな気分になったのだろう。稽古したところだけを低い声でそっと歌った。あら、いいわね。とお次が言った。粋な文句じゃないの。あと歌ってよ。よせよ、恥ずかしい。 茂じは赤くなった。我ながらこの声にはうんざりしているんだ。あんたのお箱だよ、それ。と、お次が言った。何かっていうと自分をけなすんだ。よくない癖だよ、茂さん。あんたはいい人だけれど、それだけは直さなくちゃいけないよ。茂じは黙った。あとを聞かして。 お次は気を変えるように言った。あたし好きだわ、その歌。茂次は首を振った。これきりしきゃ知らないんだ。そんなこと言わないで。本当に知らねえんだ。と茂次が言った。ここまでやってみたけれど、自分でもおかしくなってよしちゃったんだ。お次はじっと茂次を見ていて。 悲しい処分だね、あんたって人は。とため息でもつくように言った。そして、そこまででいいから、もう一度聞かせてくれ。とせがんだが、茂じはすっかり照れてしまい、この次にしようと断った。その次の次あたりだろう。やはり客の少ない晩に茂じは何気なくその歌を歌った。もちろん張った声ではない。 無意識なつぶやくような声であったその時もお次は向こうに腰掛けていたが今度は何も言わず勘どっくりを持ったまま目をつむってしんと聞いていた歌い終わってからお次のそのしんとした表情を見自分が歌ったことに気づいてげ次は赤くなった「いい歌だよ」とお次は目を開いていった 悲しくくて切なくなるようだすっかり習っちまえばよかったのにああとお次はすぐに頭を振ったそうじゃないそれだけの方がいいかもしれないあとの切れちまっている方が情が残っていいかもしれないよいろんなことを言うんだな茂次は苦笑いをした俺なんかにゃ 文句の意味もわからねえやもうすぐだよ」とお次が言ったそういう気持ちを覚えるには学問もいらず手間もかからないからねそんなことを言われたのが心のどこかに残ったのだろうかそれとも他に知った歌がないためか仕事を離れてとぼんとしている時などにふと気がつくとその歌を歌うのが癖になった おかしなやつだぜとうたのうまい兄弟子が言った「歌ってものはしまいまできっちり覚えてから歌うもんだ」「半端な歌は歌うな」「茂じはひと言もない」なるべく気をつけるようにしたがつい忘れて時々我れ知らず歌い一人で赤くなるようなことがあった十二の年の春 三吉は長屋へ戻って島頭の店へ通いの職人になった店では一番の腕だそうで大名や富豪の屋敷へはもっぱら彼が行くのだということであったその年の夏おひさも暇をとって家へ帰った父親の角蔵が中気で倒れそのまま寝込んでしまった増吉は 神田白壁町の質屋へ奉公に行ったばかりだしどうしてもおひさが帰らなければならなかったのである休みには家へ帰ってねしげちゃんと暇を取って出て行く時おひさが言ったこのごろあんまり帰らないんでしょ帰らなくはねえさ大抵芝居かどっかへ行くじゃないの知ってるわよとおひさが言った でもこれからはなるべく帰ってね。三吉がいるぜと口まで出かかったが茂次は「うん」とうなずいただけであった母親の暮らしを助けるために茂次は親方から三度金を借りているし月々いくらかずつは仕送らなければならないので23で年季の明けるはずがなお1年延びることになっていた 彼は手の遅い方だし、見栄えのするような仕事はできなかった。それで兄弟弟子たちからは軽く見られていたが、見てくれに構わず急がない品なら誰にも負けないものを作るので、特にタンスなどは名指しで来る注文が少なくなかった。しげじはみそかだけは家へ帰った。しかし母にいくらか渡すと茶もすすらずに飛び出してしまう。 三吉やおひさに会いたくなかったし、愚痴っぽくなった母の栗ごとを聞くのも気が重たかったのだ。そういう年頃になったんだね、と母はたびたび言った。男の子が二十歳を越せば自分のうちなんか気付制になるんだろう。いいよ、お前だけじゃないんだから。注文の仕事が疲えているんだ、と茂じは。 目をそらしながら答える名指しの注文なんだから休みだからって遊んでるわけにはいかないんだよそんなふうに上がりがまちで行ってそのまま出てしまうことが多かったおひさは父の看病をしながら仕立て物のちん仕事をしているそうで時には母のところへわからないところを聞きに来ていてげじと顔の合うこともあったが おひさほうが先に目をそらすようで話をする機会はほとんどなかった、6. 24の年の三月に茂ちはようやく年季が明けて黒船町裏のうちへ帰った店と縁が切れたわけではなく通いでもう二三年仕事をすれば親方が店を分けてくれる約束であった こうななれば避けけるわけにはいかない。か朝出かける時などしばしばおひさと出会ったおひさもジュですっかり女らしくなっていい朝のあいさつをする時などちょっとした微笑やおじぎのしかたなどにほのかなこびが感じられたそんなことが目につくと茂じの胸はまた痛みに襲われ 一日中そのの痛みの続くこともあった。三吉ともよく会うが彼は泊まり込みで修理物に出かけることが多くまたお互いの仕事が違うためもあろうが以前ほど親しい行き来はしなかったどうして二人は一緒にならねえんだろう茂次はそれがいぶかしかった三吉にも祖父とその女がいるし おひさには寝たっきりの父親がある。たぶんそれが触りになっているのだろうと思ったけれども、三吉は男であり、祖父は丈夫で女もいる。その気になればおひさと夫婦になって病人一人くらい養ってゆけるではないかなどと思ったりした。夏になってから浅草寺の四万六千日のすぐあとのことだが、 しげじが晩飯を済ませたところへ、三吉が訪ねてきた。おばさん、こんばんは。そう言いながら、さっさと上がってき、つまようじを使っているしげじの脇に座った。おめえに見せてえものがあるんだ。こいつを見てくれ。あっけに取られているしげじの前へ、二尺に三尺ほどの紙を広げた。母が茶豚を持って行き、 三吉は安闘を引き寄せたその紙には一脚の逗子の絵が極彩式で書いてあった俺にはよく分からねえがと茂二が言った見たことのねえもんだな文大ってやつか久し二階の逗子っていうんだ大名道具だな紀州様から出たんだそうだと三吉は興奮していった 今は本町二丁目の小村屋のもので、この下の段、仮装っていうんだが、ここのところの螺鈿が行けなくなったんで、俺が五十日がかりで作ろうったんだ。小村屋という名は、茂寺も聞いていた。日本橋本町二丁目の唐物賞で、長者番付にも乗るほどの富豪だという。主の貴門は、人としても名高く、歌、 徘徊なども堪能だだという評判だったその厨子は先代の紀左衛門が木池から賜ったのだが作られたのはおよそ700年前であり関白・藤原の何がし家のちょうどだったそういう由緒のある品だから外へは出せない三吉は小村屋へ通って修理をし終わりの7日ばかりは泊まり込みであったということであった。 この青貝の脇を見てくれ三吉は指で5箇所を指し示したこれはスズムシなんだこことここに5匹いるだろうそれでスズムシの厨子という名が付いているんだそして漆や蒔絵の図柄や螺鈿の細かい技巧について蚊に食われるのも知らず熱を込めた口ぶりで熱心に説明した。 やっぱり大したやつになったな。げじはそう思ってたじろいだ。彼にはその厨子がそんなに貴重な品かどうか見当もつかない。もちろん実物を見たわけではない。三吉の書いた絵とその説明を聞いただけであるが、それだけでも実物を見るような感じがした。しかし彼がたじろいだのは、厨子に対する三吉の態度であった。 彼の周りにも随分凝り性なものや変わった性質のものがいるそれは職人かたぎといってどんな職にも一風変わった名人肌の人間がいるものだ三吉もそういう一人なのだろうがそれらよりもっと大きなそこの知れない才能といったものが感じられた「いけねえしゃべりすぎた三吉はふと茂二を見て苦笑した」 すっかり退屈させちゃったようだな退屈なもんか戸惑ってるだけだ700年か三吉は絵を畳みながら独り言のように言ったこいつはきっと千年以上も残るぜ三吉のすごいような目つきを見て茂次はずっと以前のことを思い出した金なんかいらない一生貧乏で たとえ屋根裏で死んでもいい。百年先まで名の残るようなものを作ってみせる。三吉はそう言ったことがあった。確か二人とも十三だったろう。仏具屋をやめて島塔へ入る前のことだ。それから丸十年の世も経ち、茂次は忘れていたが三吉の心の中には今でもあの時の火が燃えている。 10年以上もの間休みなく燃え続いていたのだろうし今ではもっと激しくなっているようだやっぱり三吉は何万人に一人っていう人間なんだなとしエじは思ったその前後から三吉のうちがうまくいっていないというような噂を聞くようになった祖父の連れ込んだ女はおみちといいもう四十を越していた はじめ1年も続くかどうかと言われたくらいでこんな裏長屋にはそぐわないような仇っぽい女だったがモヘイとの仲もいいし四十を越したとは思えないほど今でも若々しい色気を持っていた噂の種はそのおみちで三吉と怪しいからモヘイが焼き餅を焼くとか三吉がおみちを追い出そうとしているとか全く反対な陰口が広まっていた。 へいさんはもう八十だろう」というものがあった「女の方は四十を出たといってもあのとおり色気たっぷりだからなおまけに三吉のやつがまたいい男と来てるんだから無事に収まっていくわけがねえやあの人毎晩のようにせっつくんですってよ」という女房もいた「それではおじいさんの体がたまらないだろうって」 三吉さんが出て行けがしにするのよ。何しろおじいさん高校な子だったものね。茂じはどっちの噂も信じなかった。三吉にはおひさがいる。あんな女に関心を持つはずはない。あいつの頭は仕事のことでいっぱいなんだから、そう思っていた。その頃、茂じはようやく酒の味がわかるようになり、 休みの日や気持ちの塞ぐような時には居酒屋とかそば屋などで一杯やる癖がついた飲むといっても一本がいいところでそれを一時もかけてなめるように飲むたまに二本目を取ったりするがどうしても半分は残るのであった神田川の菓子のあの居酒屋はなじみのようになったお次という女はもういなかった 茂寺の年季が終わるちょっと前にその店を辞めてしまいどこへ行ったかわからなくなったおたつという女中の話によるとバクチ打ちの男がありその男と一緒に上方の方へ行ったらしいということであったが別の女中は体が悪くなったので国へ帰ったようだと言っていた故郷がどこだかは店の主人も知らず どっちの話が事実かもわからなかった。茂じはしばらく寂しかった。それほど好きというのではない。初めての時に感じた温かいいたわり、男のような言葉つきの中にある裏悲しいような響きなど、向き合っていると、芯から慰められるように思えた。ほかにもなじみの客が少なくないらしいのに。 茂が行くとすぐに寄ってきて帰るまで相手をしてくれる色恋とは全く別な姉と弟という感じだったろういなくなられたあとも好きな姉を失ったというふうな気持ちであった九月の十五日の休みにおひさを芝居へ連れてってやれと母に言われた嫌だよと茂じは断った みっっとともななくってそんなことができるかい。何がみっともないのさ長屋のみんなに変な目で見られるじゃねえかそしてほとんどつぶやくように言った芝居なら三吉に連れてってもらえばいいさ三ちゃんがどうしたって何でもねえよと茂次は言った 二三日前に縫ってた三吉の合わせもちょうど仕上がったんじゃねえのか母は口をつぐんだ三日前の夜おひさが縫いかけの合わせを持ってきてひとところどうしてもうまくいかないからと母の手を借りていたコリコリするような紬まで母は針を動かしながら三吉さんにぴったりの柄じゃないかと言っていた げじは木綿のほかに着たことはないが、三吉は渋い絹物を好んで作った。多くは紬で、色も柄も渋いものだし、光るような生地は決して使わないから、絹物といっても着たところに嫌みはなかった。酒でも飲むか、げじはぼんやりそんなことを思った。おひさは三吉のもの、と自分でもはっきり決めているのに、 おひさが三吉の着物や羽織などを縫っていたりすると、いつものように胸が痛くなる。以前のように耐え難いというほどではない。一時立てば消えてしまうが、その痛みを感じた時の頼りないような寂しさの方が心に残るようになった。明るいうちから飲みにも行けず、浅草の奥山へでも行ってみようかと思い、着替えをしているところへ三吉が来た。 ちょっと相談があるんだが、と言って三吉は茂二の様子を見た。出かけるのか用じゃねえんだ。上がってくれ。うちへ来てくれないか、と三吉が言った。ここじゃ話しにくいんだ。七、三吉はそわそわしていた。一緒に家へ行ってみると、 老人も女も留守だった茶でも入れようか」と三吉が言ったちょうど湯が沸いているが「どうしたんだい?」茂二は不審そうに三吉を見た「茶だなんて珍しいことを言うじゃねえか俺だって茶ぐらい入れるさまあ楽にしないかそれはおめえの方だろう」うと茂二は言った なんだか今日は様子がおかしいじゃねえか相談ってのは何だまあとにかく茶を入れよう茂じは口をつぐんだ何かあったなそう思いながらふと脇にある机のようなものに肩肘をついて寄りかかった唐草の風呂敷がかけてあるからわからないが寄りかかった感じは机のようであった ああ、ちょっと。と、すぐに三吉が言った。そいつはいけねえ。そいつに触るのはよしてくれ。げじはすぐに離れた。うっかりしてた。机のようだな。机じゃあねえんだ。今見せるよ。三吉は茶を入れてきて座った。模平の好みだろうか。小ぶりな茶碗も高価な品のようだし。 茶の味もしげじには初めてのびっくりするほどうまいものであった。こんなうら屋などで茶らしい茶を飲む家はない。もちろん高価だということが第一だが、食うことに追われている生活では落ち着いて茶を楽しむなどという心のゆとりがなかった。茶といえばふけたような匂いのする安い番茶で、 それを色の出なくなるまで入れて使うから、さゆを飲むのとさして変わりがなかった。三吉は茶を一口すすると、机のようなものにかけてある風呂敷を取った。俺が作ったんだ。と三吉は言った。どう思う茂次は座り直した。二段にななっている分台のような道具で 青貝入りの金巻絵が見事に仕上がっている花壇は4枚の扉があり中央の2枚が左右に開くのだろう合わせ目に小さな銀の錠埋がかかっていた蒔絵は暗い朱色の地に金で細かく秋草が散らしてありところどころに青貝が光っていた大層なもんだなげじは手を伸ばして そっと俺なんぞにはよくわからねえがこりゃ大層なもんだ何か気のつくことはねえかどういうことだこれを見てくれ三吉は指で青貝の部分を指し示したこことこことこれだうん茂じは目を近づけた虫のようだな スズムシだよ。忘れちゃったか。しげじはスズムシと口の中でつぶやいた。いつか絵図を見せたろう。ああ、としげじは言った。口まで出かかってたんだ。小村屋の分台だったな、たしか。図紙って言うんだ。スズムシの図紙だ。だっておめえ今、自分で作ったって言い,いやしなかったか。 たまれて写しを作ったんだ。へえ、茂じはもう一度熱心に見直した。そういえば、あの時見せてもらった絵図とそっくりのようだな。いつの間にあったんだ。普通なら一年くらいかかるだろうが、と三吉が言った。俺は前から早漆といって、漆の重ね方や乾かし方の工夫をしていた。 まだ誰も知らねえんだが、それでやると普通の三分の一で仕上がるんだ。餅はどうなんだこれが初めてだから確かなことは言えねえが、一年かけてやったのと違いはないはずだ。と三吉は言った。だがそれはまたのことにして、お前に一つ頼みがあるんだ。俺にできることか。 三吉はちょっと口ごもった。差し物職だから得意先にこういう道具を欲しがっている客はねえかもしあったら売ってもらいてえと思うんだが「分からねえな」と言って茂じはふと目を上げた「しかしおめえ今頼まれて写しを作ったって」「そうなんだ」と三吉はせき込んでいった。 ある道具屋から頼まれて、代金まで決まってたんだが、その道具屋が急につぶれちまって、俺は金がいるし、途方にくれちゃってるんだ。げじはちょっと考えてから聞いた。値段はどのくらいなんだ道具屋との話では50両ということだったが、事情が事情だから、現金なら30両でいいんだ。金は急ぐのか 急ぐんだ」と三吉は言った「実は嫁をもらうことになっていいうちがあったもんだから手付けを打ったんだが嫁をもらうって茂じはドキッとした胸の中でドキンと音がしたような感じだったそうかそりゃよかったそいつはいいやそういうことならすぐ親方に話してみるが」 値段のところがどうなるかな。るか自慢するようだがこれは鈴虫の厨子で通る品だぜ時代の色までそっくり映したんだ腕のいい道具屋なら鈴虫の厨子で金200枚には売れるくらいなんだ茂じは妙な顔をしたが「うん」とうなずいてまた三吉を見た「今家へ手付けを打ったって言ったが」 初を持つのはここじゃねえのかここじゃまずいんだ相手の育ちが育ちだからないくらなんでも育ちが育ちって茂じが遮ったそれはどういうことだそれを言わなかったっけと言って三吉は照れ隠しに笑った初めに言うつもりだったんだが相手は小村屋の娘なんだ 重治は口を開いたが言葉は出なかった「俺があの厨子の繕いに通っていたことは話したな」と三吉は続けたその間ずっとその娘オスガっていうんだが茶ややつの世話をずっとしてくれていたんだ年は18器量もちょっとずばぬけているがおっとりとした娘でそうだな 座っていろといえば一日中座っているっていうようなところがあるんだ修理に通っているうちにこの娘を妻にもらえれば俺は立派な仕事ができると思った問題は向こうが富豪でこっちが平野職人だということだがしかし蒔絵師としての俺は人に遅れを取らない腕がある向こうは金こっちは腕だとにかく当たってみろと まず娘に自分の気持ちちを打ち明けた。娘は別に驚いた様子もなくあっさり「ええいいわ」と答えたその辺の覆うようなところが何とも言えずおがらしいんだと三吉が言ったそれで勇気がついたからすぐ旦那に話してみたちょっとごたごたしたがお菅が行くというので結局話がまとまった「ちょっと」 話の途中だがとしげじがしのもつれるような口ぶりでさえぎったそうするとおひさはどうなるんだ三吉はいぶかしそうな目をしたどうなるっておひさちゃんがどうかしたのかあの子は昔からおめえが好きだったおめえだって好きだったじゃねえかおらいつも見ていてよく知っているんだぜ そりゃ好きなことは好きだったさ。夫婦になるならねえってことは、知らばっくれるな。と言ってから、茂じは声を抑えた。おい、俺はこの目で見たんだぜ。おめえと俺が19、おひさが10の年だ。俺の棚へ訪ねてきたおめえは、勝手口の外にある巻小屋のところで、おひさと抱き合ってた。 どんなふうに抱き合ってたか、俺の目には今でもはっきり残ってるんだ。あれがただ好きだって言うだけでできることか。待ってくれ。三吉は額を横なでにした。うん、覚えてる。思い出したが、それはおめえの思い過ごしだ。どこが思い過ごしだおめえの言うとおり、俺は十九、おひさちゃんは十視だぜ。と三吉が言った。 好きだという他に何の気持ちもありゃしねえ。子供同士のちょっとしたいたずらで、そのくらいのことは誰にだって覚えがあるだろう。ちょっとしたいたずらだって。茂じの顔から血の毛が引いた。あれがちょっとしたいたずらだってのか、やろう。茂じは片手で三吉を殴った。三吉の顔がぐらっと揺れたが、 酒もせず、抵抗もしない。それでさらに茂じは逆上し、飛びかかって馬乗りになると、拳で相手の横瓶を殴った。いけねえ、またやった。心のどこかでそう叫ぶ声がし、そこへおひさが駆け込んできた。よして茂しちゃん、危ない。おひさは茂じにしがみついた。五章だからよして。 危ない、よしてちょうだい。げじは殴るのをやめ、三吉の眉のところにある昔の薄い傷跡を見た。穏やかに話そう。と三吉が平べったい声で言った。近所へみっともねえから。しげちゃん。とおひさが泣き声で言った。しげじは体をどけ、三吉は起き直って、 着物の襟を合わせた。もういい大丈夫だ」とげじはあいぎながらおひさに言ったこれから男同士で話すことがあるもう乱暴な真似はしねえからおめえはうちへ帰っててくれ8半時ばかりのちおひさが晩飯の支度をしていると勝手の障子を開けてげじが覗いた むつがなったら、私場のところへ来てくれ。と、彼はささやいた。話があるんだ。むつね。と、おひさはうなずいた。いいわ。しげじは障子をしめて去った。おひさが、小倉の私へ行った時。しげじは、かしっぷちにたたずんで、暗くなった隅田川の水面を眺めていた。あたりは、もう。す しっかり暮れてしまい向こう岸の明かりがまばらにちらちらと瞬くように見えたその私は6時が黒限なので私小屋も戸を閉めてい貸し沿いの道にも通る人はほとんどなかったちょっと飲んでいたんだお日さを見ると茂次はすぐに言った「臭かったら離れていてくれ先に言っとくわね」 おひさはしげじの言葉に構わずそう言った。あたし悪いけれど、あんたたちの話を聞いちゃったのよ。鈴虫の寿司のこともか。ええ、頼んだ道具屋さんが潰れたってことも。あれは贋作だ、としげじが言った。写しだと言ったが、道具屋と結託して、鈴虫の寿司の偽物を作ったんだ。 あいつはもうダメだ三吉はいい腕を持っているがその腕のいいのがあだになった今から道具屋と組んで名物の偽作なんぞするようじゃおしまいだだってあの人お金がいるんでしょ作り出したのはその前からだと茂次は怒りを抑えかねたように言ったおめえが帰ってからオラ行ってやった そんな無理なことをして嫁にもらったって、ん場日傘で育った金持ちの娘に、おめえの稼ぎでやりくりのできるわけがねえ。また贋作、偽作を作ることになるぜって。あんたは昔からあの人が好きだったわ。好き以上だ。俺はあいつこそ万人に一人っていう職人になると思ってた。と茂次は言った。人間ってものはわからねえ。 ほら、あいつを俺なんぞとは段違いなやつ今に必ず偉くなるやつだと信じ込みあいつが俺の友達だっていうことが自慢だったあいつのためならどんなことをしてもいいと思い言っちまうがおめえのことさえ諦めたくらいなんだぜ知ってるわとおひさがささやき声で言った私知ってたのよは顔を背け、 おひさから離れてかしっぷちを石垣すれすれに五六歩行きそこで川の方に背を向けてしゃがんだ男が二人おくらの方から高声に話しながら来しげじとおひさを認めたのだろう通り過ぎて行きながらようお楽しみと言ったどうやら酔っているらしかったがそれ以上からかう様子もなく弾んだ声で話しながら去っていった お楽しみか。茂じは強く奥歯を噛み合わせた。ここでカニを取ってやったことがあったっけな。おひさがこっちへ歩み寄ってきた。あたし、茂じさんが好きだったわ。とおひさは低い声で言った。こんな小さい自分からずっとあんたが好きだったわ。 そのことを知ってもらおうと思って、ずいぶん小さい知恵を絞ったのよ。でもあんたは感づいてはくれなかった。あんたは一人決めに、あたしが三吉さんを思ってるって自分だけで思い込んでいたわ。あたしが口やそぶりで、どんなにそうじゃないってことを知らせようとしても、あんたは気づいてもくれなかったのよ。 はしゃがんだまま両手を固く握り合わせそれを額へぐいと押しつけた「それが本当なら」としげじはよく聞き取れない声で言った「いや今でもそう思っていてくれるのか」おひさは答えなかった呼吸五つほど数えても答えのないことで げじにはおひさの気持ちがおよそ分かった。三吉はもうだめだぜとげじが言った。あいつは小村やの娘をもらうだろう。だがそれも長続きはしないだろうし、職人としても立ち直ることはできやしないぜ。だめなことは私も同じよとおひさが言った。 き小屋の前であの人に抱かれた時「あたしこれがしげちゃんなら」って思ったわあんなふうに抱かれるなんて夢にも思わなかったし抱かれるとすぐにこれがしげちゃんだったらいいのにって思ったおかしいようだけれど今でもそのことは覚えているのよ「俺にはとても」としげじが口の中でつぶやいた とてもそんな勇気はありゃしねけれども俺は「いいえだめもうだめなの」おひさはそっとかぶりを振り何の感情もない声で遮った「茂じさんが私のことあの人が好きだと思い込んでいつまでもそう思い込んでいるのを見ているうちに私 あの人のことが本当に好きになってしまったのしかしおめえも分かっているはずだあんたが悪いのよむしろ明るい口ぶりでおひさが言ったこんなにあの人のことが忘れられなくなったのはあんたのせいよあたしもうダメなの本当にダメなのよしげじは黙った おひさも口をつぐんだ「あたしわかってるわ」とおひさがやがて言った「あんたの言うとおりあの人は小村屋からおかみさんをもらってもきっと長続きはしないでしょうそればかりじゃない男のあんたにはわからないようだけれどあの人は今が行き止まりよ万人に一人なもんですか」 女には女の勘があって男のことは案外よく見えるものよ。あの人はもう行き止まりだわ。これからはただ落ちるだけよ。げじがきっと振り向いた。するとおひさは何かを避けるようにげじの顔を見つめながら後じさりをした。あんたは幸せになれるわ。後じさりをしながらおひさが言った。 うちの町内にだって二人もあんたのこと好きな人がいるわ。もうすぐあんたは棚を持つんだし、どんないいおかみさんだってもらえる。あんたはきっと幸せになれてよ。おひさはついに泣かなかったし、泣き声も出さなかった。9。どうしたのと女が言った。ちっとも上がらないじゃないの。 お口に合わないんですかおめえに一つ行こう。あたしだめなの。と女が言った。このうちはやかましいのよ。茂じはきを出し、女は尺をした。本所らしいな、ここは。彼は継がれたきを持ったまま店の中を眺め回した。天井に八軒が二つ。 木口の新しい小綺麗な店の作りを明るく照らしている白磨きのがっちりした版台が4つ2列に並べてあり腰掛けも樽ではなくよく枯らした杉の厚い板で1人ずつ座布団が置いてあったもう遅いのだろう客はまばらで板場へ通じるのれんの奥も静かになっていたここは本所か としげじが聞いた。その次はあたしの名でしょと女は言った。あたしおきぬどうぞごひいきに。本所のどの辺だその時向こうで、絹ちゃんと呼んだ。三人の客の相手をしていた女中である。お絹は、ちょっと待ってねと言ってそちらへ立っていった。 げじは杯を口へ持っていったが、眉をしかめて口から離した。本所のどこだろう彼は自分の考えをそっちへそらすようにつぶやいた。あれから一件、二件、ここが四件目だな。杯を持つ手がふらふらし、杯の酒がこぼれた。げじは肘をついた左の手で顔を支え、 何かを耐え忍ぶように唇をかんだ落ち葉に雨の音を聞く三人連れの向こうの客の一人がいい声で歌い出しその連れがやじを入れたので歌はそれっきり聞こえなくなった懐かしいなげじは目をつむったあの人はお次と言ったっけもうすぐよって こういうい気持ちがわかるようになるには学問も金もいらないからねってそうだ学問もいらず金をかけなくってもいつかはみんなそういう気持ちを味わう時が来るんだ今から思うと俺はもうあの時ああいう気持ちが分かっていたらしいだからあの歌ばかり歌っていたんだへえだらしのねえやつだ と彼は思ったもう忘れちゃったなし茂じは目をつむったまま探り探り口の中で低く歌い出した。落ち葉に雨の音を聞く。隣は恋のムツごとや彼はつむった目にギュッと力を入れた。あたしその歌大好きよと女が言った。あとを聞かして。 女が戻ってきたのを知らなかったので、茂じはびっくりし、杯の酒をまたこぼした。女は付近で台の上を拭き、んどっくりを取り上げた。あら、嫌だ。と、お絹が言った。じっとも減らないじゃないの。どうなすったのこの歌を知ってるのか。と茂じが聞いた。 文句はよく知らないのよ。でも好きな歌だわ。とおしゃく冷たいわねおかんを直してきましょうかそれより水をもらいてえなお日やねはいおきぬは立っていったあとの文句は歌わない方がいいとお次が言った 「あとの切れている方が情が残るようだって」と茂じは思った「お絹が湯飲みに水を持ってきた」彼は一息に飲み干そうとしてむせ激しくせき込んだ「感情」と彼はつぶやきながら言った「今のあとを聞かしてくれないのこの次だ」と彼は言った 今度来た時にな。きっとよ。きっといらしてね。きっと来るよ。と彼はうなずいた。勘定をして外へ出ると町はひっそりとしていて、辻半導の他には一つの明かりも見えずかなり強い風が吹いていた。茂じは立ち止まって左右を見渡した。どっちへ行くんだ 真っ暗な街を眺めながら彼は途方に暮れたようにつぶやいた。これからどっちへ行ったらいいんだ。